はい、まだ挨拶決まってないので、ぜひコメント欄の方に募集します。で、本日なんですけれども、ご覧の通り3695人中の72位、30勝4敗5分ということで、チャンピオンシップやっていきたいと思います。今日もよろしくね。はい、2本目の動画になると思います。ああ、まだテンション上がりきってないのは許して。では1本目の動画、皆様、見ていただいてありがとうございます。再生回数2桁だけどな。なんというか、まあ、個人的にもね、なかなか緊張したんですけども、楽しんでもらえたようで何よりです。で、まあ、これからもね、あんな感じの動画になるかわかんないんですけども、まあ、気が向いた時にそういう感じ動画撮っていけたらなっていう感じです。毎回になっていいよ。こっから ASMR 実況者になってきたいと思います。次ストレート、インハイ狙ってなります。あっ、うるさいわ。さあやっていきましょうということで、村上選手ですね。さあ1回から1番に村上さんですか。あー、なかなか珍しいプレイヤーですねこれは。うん、1番村上選手。あー、そうですか。コメントが、まあ、何か見えた気がしたんですけれども、絶対に気のせいです。まあ、サンタナ選手、あの実戦じゃない、現実さーだといないんですけど、癖の強いバッターですので、うん、なんか今日まとまってないね、私。まとまってないよ。頭も回ってないし、リリースも回ってないし。どうしたの？安定の藤田プロ。OK。ということで、1回終わりました。次の勝負。さあ、1番、桑原選手です。期待の1番です。伸びろ伸びろ伸びろ。まあ、高橋奎二選手もあれだ持ってるんで、同じ目に。ほら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 。見えるよ見えるよ、来てるよ来てるよ。はい、次も確定。ちょっとね、なんか温まってない、まだ温めていきます。ざわわ、はい、温めていく。うわ、決めた、タイラー・オースティン。さ、これなんですよ、これ。いや、気持ちがいいね。でもまだ負けている。あー、ちょっとね、積極的なバッティングがいいと思います。で、なんですけれども、あの、なぜ私が DNA を使っているかっていうのを、あの、1本目の動画で言ってなかったんですよ。まあ、ちょっと言いかけた感じの発言をしてたんですけれども、まあ、DNA、まあ、ファンなんですけれども、2022からウェーイナイス。2022年からだいぶ、まあ、個人的な見解なんですけど、強化入ってまして、で、セカンドとショートとサードが、守備面で安定するようになってるんですよね。そう、その守備面っていうのを今からちょっとお見せしたいと思います。こちら。これです。これです。わかります？セカンドに藤田選手が加入したおかげで、あの、セカンド、ショート、サード、この3つが昨年に比べて大きく向上したわけでございます。もっと言えば、牧選手がいなければもう相当きつかったと思うので、内野陣そこの補強ができたんで、もう全員に使ってほしいんで、補強しています。補強、この強さに気づいてほしい。はい、で、これショートで、今度はショート。まあ、今の移動速度を、ね、見たら皆さんも何かを感じてるでしょう。はい、そしてサード、もうこれはね、 PR から強い。そして山瀬、何が強いかって、今シーズン、まあ、2022から、あの、弾道が調子で変わるようになったんですよね。声がキモいよ。で、弾道が変わるようになったんで、この柴田選手とかの能力が低いんですけど、調子さえ上がってくればワンチャンあるっていうバッターになったんですよね。まあ、その映像をちょっとどうぞ。さあ、いかがだったでしょうか。さあ、多分藤田選手が流れたと思うんですけど、藤田選手も、あの、弾道3で
ミートパワー CC になったりするんで、応援歌に惑わされる本当に強いんですよ。まあ私は下手じゃ意味がないんですけどね。さあで、言い忘れてました、先発浜口選手です。言うの遅すぎやろ。まあ浜口選手はあのあれだんまじなんで、どう活かせるかっていう感じです。 OK ということで、3つ抑えました。さあ宮崎選手もね、一発狙えるバッター調子もいいので、これ強いんですよね。これが来ちゃうんですよ、レフトスタンド一直線。宮崎選手らしいホームラン出ました。ヘッドスライディング、あー触れねえ。で佐野選手、佐野選手先ほどねいい当たり打っていたんでね。いい当たりではないよ、はい、おそらくストレートなんで。こいやーなんかね今日寒いんですよ、うん、寒いんで仕方ない。さあ平田選手でいきます。でまあヤクルト強いんでね、本当に打力も投手陣も、いや意味がわからない。いやまあ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 長打にされるよりは単打で、偵察持ちなんで、まあむやみに偵察するに行ってもあれなんで、とりあえずフライでもいいんでアウトにします。振らないね、急走。まあ内ピならお任せっていう感じで、はい OK で追い込んだら、あの次も見えました、三振取ります。はい来てこれ、まあまあまあ、これセカンド投げる。まあ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 。で、ここなんだけど、ここなんだけど、こう、スプリット投げたいでしょ。相手ミート打ちしてるから、それ、アクション。ほら。大空選手、あの、ほとんどラインドライブなんで、あの、打球の伸びがすごいんですけども。はい、オッケー、落下点なしでも取っちゃうんですよね、これ。ネフライソ選手。ピッチ石山選手、買います。とりあえず面白い展開に持っていきたいんで、来たーこれですよ、これ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 、超気持ちいい、超すごい、超すごい出ました。いいですね今日は、晴天だ。あー気持ちがいい。あーちょっと今あーこっちを代打出しましょう。代打代打代打します。3者連続ホームランへ、牧選手、代打で登場。うわ、いいボール投げますね、ほんと。さあ、1球投げられてるんで、もう追い込まれてるんですけど。まあ、さあ、太田大選手いきます。まあ、新加入、こういう選手見てくれることによって、DeNA も大変強いので、もう皆さん、あの、今日土曜日なんですけども、来週、パープル杯。ぜひ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 がかける50ぐらい、DNA を使っていただきたいんです。セカンドなーで、そうこれ見ていただいたら分かるように代打構成のメンツにしてるんで、この下位打線、まあ2巡目強いんですよね。はい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 、パルプンテ倉本俊彦来た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 、もう今何人代打出してるかも分かんないレベルなんですけど、ビルナ選手こんなに代打出しても全然問題なんですよね。これまた一発撮りなんで、クリスキー投手。はい。はい、真ん中に集まっているが、レフト太田選手。オーケー、ワンアウト。勝ちますよ、勝ちますよ、勝ちますよ。おい、皆さん。どうせ上がってきましたよ。上がってきましたよ。クリスキーテーマソング。上がってきましたよ。はい、オッケー。はい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 。はい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 。はい、まっすぐ。オッケー。158キロ。ぶん投げていく。はい。152キロあれ、スタートよいしょ、はい、ツーアウト、ツーアウト、右手を高々と上げた内野陣、OK、かまわ、クリスキー選手、我が抑え、最後ね、もう、投げ切る、あれだ、おもちなんで、これも一つの特徴。152キロ決まった。最後はもう荒れさせていきます。来たー。あれさ。荒れさせます。振った。まそっといこんだ。ダーファル。おおおおお。おお。セカンド巻き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 。揺るがないクリスキー。
ショート倉本、まずい展開になっている。倉本バックホーム、いくぞ。フリスキー、まさかそんな、オッケーオッケー、あれがまた思えない球。いや、フリスキー、マジで。オッケー、さあ追い込みました。あと1球引っ掛けた。倉本やったー、2戦目向かっていく。盛り上がる BGM、 盛り上がるスタジアム、4対3ベイサーズ勝利、ありがとうございます。高評価の方ぜひぜひ。この展開ね、もうグレートな峰井選手のホームランも気持ちよかったと思ったんですけど、以上、ツイッターの方お願いします。ありがとう。